大乱闘スマッシュブラ、はい、このステージインベーダーのステージになってます。わあ、待って、おかしい。はい、下から見えなかったんですけど、まあよかった、今死ねたおかげで全体見えましたね。こんな感じでインベーダーのステージになってます。インベーダーって言うと、これなんだっけな、ウイルスかな、このウイルスを倒すんだよね、下から銃で撃って、この上にいるエイリアンを、まあ、ウイルスかエイリアンかわかんないけど、インベーダーを倒すゲームです。なんかさ、落ちてくるやつにこのマリア当てて倒そう。ほら。すごい。デニガメだ。顔リアルだな。これ何？これ自分で描いてんの？この線は。これ何これ？なんでゼニガメ。うまいね、ゼニガメ。上氷になってるのか。甲羅がね、マグマになってたな。一緒に行こう。ほら、甲羅がマグマになってて。あ、ここいいじゃん、ここ。隠れ家じゃん。ごめんな、マリオ。じゃあな。あ、登れて、おー。いいですね。面白いですね、このステージ。下は行ける？あ、足ないのか、こいつ。そうだ。足ねえんだ。ねえ。何これ。え、さ、もしかしてさ、ピカチュウのつもりですかね、これ。やっぱり、ピカーって書いてる。ピカチュウだ。でもさ、これ、似てるんだよ。俺が描くピカチュウにすごい似てる。うまい。でも、ゼニガメと比べるとやっぱり、何か違うものを感じる。これ、スプラトゥーンの曲だ。スプラトゥーンの曲に合わせて、ピカチュウが、踊ってくれてます。怖い。怖いな、動くの。ええー、ちょ、待って、落ちる。ええー、これね、ハンドスピナー。これ、ハンドスピナーなんだけどさ。ちょっと待って、落ちる。ああ、生き返らしてくれた。ああこれさ、まあ、もはやキャラじゃないんだけどさ、まあ、ハンドスピナーっていうから、まあ、回るんだろうなって思ってた。もう、案の定回っても。無理、こんな生きてられない。あ！見つけたわ。生きてられるわ、ここ生きてられる、これ。危ない。気をつけよう。ここで戦うの。やめて、マリオ、お前、やめろ。ほら、助けてやったぞ。助けてくれ、俺も。ダメ、もう！